外相都市デグレアか。まさかそんな名前が出てくるとはな。おい、ちゃんと授業で習ったはずだぞ。デグレアはその別名の通り、北部の大絶壁に位置する軍事都市だ。リーンバームが元は一つの大きな国だったことは知ってるわよね。伝説の英雄とされるエルゴの王の血を引く西王家が統治するのがこの西王国だが、その他に二つの国家が大陸には存在する。一つは西方に誕生したばかりの帝国、そしてもう一つが旧王国。西王国と対立を続けるかつての王国の残党さ。へえ、フォルテ、よく知ってたわね。やたらきな臭いことが好きな連中だからな。旅してると嫌でも耳に入ってくんのさ。西王家の打倒だけを生きがいにしてるって噂だもんね。すると今度の一件も西王国への軍事侵攻の一環なのでしょうか。そう考えるのが自然なんだが。女の子一人を捕まえて何をするつもりなのかしら。ただ間違いないのは、領土侵犯を犯してまで連中が彼女の身柄を欲していることだ。お姉ちゃん大丈夫？うん、平気、大丈夫。でも心配いらないわよ。いくらあいつらが大勢だからって、私たちが王都にいれば無茶はできないもの。そうよね、今までもそうやってしのいできたんだし、これからもそうだって保証はねえけどな。フォルテ。いや、僕も同感だ。あの黒の旅団を指揮するルバイドという男は強い使命感と自信を持っていた。どうしても必要と判断すればためらわずに強硬手段に出るだろう。そうするだろうな、あの連中ならよ。僕たちは見てるんだ。敵が容赦なく村に火を放ち、女子供や病人を切り捨てるの。そんな。君たちがそう言うなら、そうした可能性は否定できないんだろうな。だが今は敵の動向より先に考えるべきことがあるんじゃないのか。これから先、君たちがどうしたいのかということだよ。敵が国家に属する軍隊だと分かった今なら、取るべき方法はいくつだってある。騎士団や派閥に保護を求めることもできる。常識で考えれば、それが最良の方法だ。まあ、君が心配している通りの結果になるな。連中はためらいもせず彼女を差し出すだろう。たかが少女一人の身柄で戦争が避けられるというのなら安いものだ。胸クソ悪い話だな。それが政治的判断ってもんだ。落ち着くんだ。心配しなくても、ここにいるみんなはあなたと同じ気持ちよ。だから落ち着いて、ちゃんと最後まで話を聞きましょう。気にすることはない。多分君ならそう言うと思っていたからね。だがその思いを貫くのは大変なことだよ。生半可な覚悟ではまずできないだろうな。よく考えてみるんだ。君たち一人一人が本当に望んでいること、結論を出すのはそれからだよ。
何がいけなかったんでしょうか。私はただ普通に暮らしていたかっただけなのに、私の知らないところで何もかもが決まってしまう。せめて理由がわかるんだったら、私弱音なんて吐きません。わからないんです。どういう答えを出せばいいのかな。どうしたら今の状況を変えられるのかわからない自分がすごく悔しい。やはり君の決意は変わらないようだね。そんなすまなさそうな顔はしなくていいさ。さっきは厳しい物言いになったけれど、私が言いたかったのは、悔いが残るような決断ならばするべきではないということだよ。それが理屈の上ではどれだけ正しいことであってもね。理性と気持ちは別のものということさ。私はね、以前の任務でそのことを学んだ。自分の気持ちを無理に抑えて理性が正しいと命じる選択をしようとしたんだ。辛かったな。そして結局最後には気持ちを抑えきれなくなってしまった。でもそのおかげで私は分かったのさ。人は理屈だけじゃ生きていけない。感情があってこそ人なんだとね。だから君は君の正しいと思うことを選べばいい。理屈には合わなくても、自分の気持ちに迷いがない答えなら、それが君にとっての真実になるんだからね。うん、いい返事だ。君らしくないな。答えが分からず空欄のままにしておくなんて君の柄ではないだろう。ダメと承知でも直感に頼って空白を埋めていくのが君じゃなかったのか。君はもう本当は答えを持っているはずだ。はっきりとした気持ちを持っているはずだ。だったらそれを選ぶしかない。違うか。まったく、こんなことを僕に言わせるな。分かったらさっさとそれを実行に移せ。いいな。まったく、みんな先のこと心配するのは分かるけど、言葉に思いやりってものが足りてないわ。アメルがどんな気持ちでいるのかちゃんと考えてるのかしら。それは分かってるけど、でもあの子がみんなの言葉の一つ一つに苦しんでいたことは変わらないわ。お願い、あの子を守ってあげて。戦うことだけじゃない、目に見えない心を傷つける刃から守ってあげてほしいの。それができるのはきっとあなただけ。あの場ではっきりと怒ってみせることができたあなただけなのよ。さっきは嫌なこと言っちまって悪かったな。アメルのことは俺たちだけの問題じゃなくなっちまうな。そこから先はギブソンの旦那が言っていた通りさ、そういう最悪の結果だけにはなってほしくねえもんだな。
っちとこっちを配達したら、次はあっちをそっちまで運んで。おかげさまで。でも、ああ、私一人だけじゃとっても落ち着かないですよ。ケーキの配達の手伝いお願いできませんか。お願いしますよ。ちゃんとお給金も出すように店長に言っておきますから。このままじゃ私忙しさで溶けちゃうですよ。お願いします。助かります。またお会いしましたね。どうかなされたんですか。何やら沈んだ顔をなさっているようですが、よろしければ私に話してみませんか。何かのお役に立てるかもしれませんよ。決断しようとしまいと悪い結果が待っているという選択ですか。で、具体的にそれがどのようなことなのかまでは話せないと。いいんですよ。人にはそれぞれ事情があるものですから。ただし、これから私が言うことが曖昧になってしまうのも理解してくださいね。結果が見えている以上、結局のところは決断する人の気持ちではないでしょうか。それが限られた選択しかない状況であったとしても、自分が納得したものであるなら、最悪の結果になろうと悔いは残らないものですよ。同じ質問をさせてくれませんか。私も知りたいです。あなたの望んでいることを。私はずっと自分のせいで他の人に迷惑をかけたくないって思ってました。
自分が我慢して済むのならそうしようっていつも考えて、今までずっとそうしてきました。違うの、優しくなんか、私は怖かっただけなんです。思ったことを口にして嫌われてしまうことが怖かっただけ。本当は聖女になんてなりたくなかった。奇跡の力なんて欲しくなかった。でも村の人たちの期待を裏切れなかった。私は今まで自分に嘘ばかりついてきました。あなたたちと暮らすようになって少しずつ分かってきたんです。自分の気持ちを正直に言うのは怖いけど必要なことなんだって。嫌われたり迷惑をかけることになってもそれでも必要なことなんだって。だってそうじゃなきゃ一人でいるのと変わらない。私はあなたたちと一緒にいたいです。みんなと一緒がいい。絶対に離れ離れになんかなりたくない。だから私、だとさ。つくづく、どうしようもないほど君はバカだな。ここでケツをまくるんだったら最初からとっくに逃げてるぜ、俺はよ。今さら知らんぷりしてさようならってのはあんまりよね。そうよ、私たちそんなに薄情じゃないもの。乗りかかった船だ、仕方あるまいさ。無駄な質問すんな、タグ。みんな、ありがとう。でだ、方針はそれとしてな、具体的にどうするよ。それしかなかろうな。国境を犯している以上、奴らも表だって大きな動きは取れないはずだ。小集団の利を生かして徹底的に引っかき回すってわけか。そうね、町の外であいつらが待ち構えてるのは間違いないわ。待ち伏せはあるだろう。だが連中は僕たちがどこへ行くのかまでは把握できていない。完璧な包囲はできない。そこをうまくつければきっと。で、どこへ行く？私、おじいさんに聞いたことあるんです。村から山を越えた西に小さな村があって、そこに私の祖母にあたる人が暮らしてるって。じいさんが本当にそう言ったんだな。事情があって一緒には暮らせないらしいから今まで黙ってたけど、今はもうそれを気にしている場合じゃないと思うから。じゃあ決まりね。先輩たちにこの言葉話しておくか。
そうだな。これ以上先輩たちに迷惑はかけられん。彼女の聞いた通りの道筋を行くのが確実なんだけど、追っ手を避けながら山を越えるのがかなり厳しいわね。ですね。いっそこの草原を突っ切っていくか。そんなことしたら簡単に見つかるわよ。直進するにしろ、迂回するにしろ、彼らの追撃はあると思った方がいいな。となれば、少しでも立ち回りやすい場所を選ぶべきだと僕は思う。同感だぜ。うまく隠れてやり過ごしてしまおうというわけだ。まいったな。そういうことまで考えていたとは。私も賛成します、その考えに。よっしゃ、だったら先導役は俺たちに任せときな。ほら、そこの岩に気をつけて、つまずくわよ。慣れだよ、慣れ。何度も似たようなことをしてっからな。そうよね。おかげでとばっちりを受けた私まで弱る気になれちゃったもの。まったくだ。もともと地獄耳だったのに加え、嫁まで聞くようになっちまって、まさに凶暴女って感じだが。黙って歩きなさい。どういたしまして。だけどそれは私たちだって同じなのよ。信じられる仲間と一緒だから、こうして不安に耐えられるの。人間ってのはな、自分で思ってるほど強いもんじゃねえ。偉そうな口を叩いてる俺だってな、さほど大したことができるわけじゃねえしな。ちっとばかし弱気な発言しちまったみてえだが、あそこに立ってる旦那のせいってことにして勘弁してくれよな。いい月だ。貴様らの死での手向けにはもったいないほどの美しさだな。どうして、あれほど周りに気をつけて進んできたのに。別に不思議ではない。あらかじめ俺たちはこの一帯に手勢を分散させていたのだ。どの方角に逃げようと確実に貴様らを捕捉し、任務を果たすために。まずい。敵はここで僕たちを足止めして、別動隊で完全に包囲する気だぞ。言ったはずだぞ。次に出会ったその時は決して容赦はせぬと。逃がしはせん。
Thank you.
我が兵を相手によく戦ったと褒めてやろう。が、戯れもここまで。よく負けたんだ。こうなったら、僕らにもう打つ手はない。あなたたちを守っているうち、急げ。みんな、こっちだ。あら、まさか本気でバレてなかったと思ってたわけ？君たちの考えそうなことぐらいお見通しだ。まったく、水臭い後輩どもめ。すいません。じゃあ、この霧はミモザさんたちが？ちょっと知り合いに頼んでね。あまり時間はない。とにかく急いで包囲網から抜け出さないと。そうはさせんぞ。フライド！嘘でしょ。ただの霧じゃないのよこれって。他の者は惑わせてもこの俺にまやかしなど通じぬわ。デグレアの勝利のため絶対に聖女はこの手に捕らえてみせる。ウバイド！もうこれ以上てめえには何も奪わせねえ。一つとして奪わせはしねえ。おのれ
ここは私たちに任せて、君たちは逃げるんだ。でもそれじゃ。心配しなくたって、引き際は心得てるわよ。時間を稼ぐだけ。負けるんじゃないぞ。本当に大切なものなら譲らずに守るんだ。お土産期待して待ってるからね。さあ行け。お姉ちゃん、初めて聞く音なの。こりゃ潮騒だぜ。海が近くにあるんだ。見てください、あれ。ファナンの明かりだ。どうやら僕たちは逆方向に来てしまったらしいな。こんな形でファナンにやってくることになるとは、皮肉だな。その言葉はこういう時に使うべきものではなかろう。それにしても、やはり僕たちの考えることなど先輩たちにはお見通しだったな。借りを返そうなんてことは無理だろうが、目的を果たした上できちんとお礼を言いに行きたいものだな。それがお二人のしてくれたことに対して僕たちが報いる最良の方法になるはずだ。